ました山下です。決勝戦を前にしまして、試合場では今古式の型が披露されております。取りが小谷九段、受け佐藤七段です。この古式の型といいますのは柔道の型の一つです。加納治五郎師範が講道館柔道を始める前に習いました柔術鬼頭流の型でございます。この型は武士が鎧をつけて組打ちを行う時の技などが組み込まれております。表の型が14本、裏が7本の技からなっております。加納治五郎が講道館柔道を起こして今年で満100年を迎えます。柔道100年のこの年、昨日国際柔道連盟の理事会も行われました。この日本武道館の試合場にはそういった外国の柔道の指導者なども顔を揃えております。古式の型が行われております。まあこの型によりまして心を落ち着けて無心になって自由自在に相手に対応することを目標にしております。決勝戦を前にして緊張をほぐしますこの古式の型。藤井さん、何かこう見ていましても舞を見るような感じさえしますね。そうですね。古式の型、取りは小谷九段、受け佐藤七段でございました。決勝戦は松井五段、山下五段の対戦になりました。この対戦といいますと、全日本では藤井さん、はい、昨年まで3年続けてですね、はい、準決勝で顔を合わせてきたこの対戦なんですね。